そういえばうちの母ちゃんはイタチを呼んでたっけな。えら、口寄せの獣ってのはペットじゃねえんだ。見た目は関係ねえだろ。いや、パワーならゴリラです。見た目の気持ち悪さでビビらすんなら、クモなんかどうだ？知ってた？噂はな、入学早々ホカゲ岩に突っ込む奴がいたり、闘技場で決闘騒動を起こしたり、目立ってたからな、うちのクラス。ああ言えばこういう、ほんと女ってめんどくせえ。あ、いつもはもっと残ってるもんね。めんどくせえな。影縛りの術なら鹿だ。父親譲りの影使いの術を得得ずも、他の連中が言ったらな。課題は持続力か。ずいぶん人数が減っちまったな。建物の中を進む必要はねえよ。要は屋上にたどり着けりゃいいんだから。いや、待て。いいこと思いついたぜ。地下台って直接自分の手を汚さずに相手を痛めつけるよね。誤解される言い方すんじゃねえよ。潮時だな。さすが女子は統率が取れてやがる。とにかく正面突破だ。お今助ける。危ねえ。出て。死を無駄にはできねえってばさ。誰も死んでねえけどな。校舎内を進んでも数で女子には勝てねえだろう。向こうが中から行くのなら、俺たちは外から屋上へ向かう。将棋川まだ使えるか。そうか。よし、ボルト、俺とイノジンがおとりになる。よし、作戦開始だ。あいつマジで。エラ、何がスマートなデブだよ。ボルト、すげえヘビだけどやりすぎだ。やばい。螺旋丸。ところでフラッグはどこだ。な、めんどくせえけどな。そもそもボルトの着ラ量でなぜあんなものが。ったく、朝っぱらからめんどくせえ。ほっとこうぜ。すぐに大人たちが取り押さえる。また出やがった。おいボルト、どんな術を使うんです。さあな。蛇みたい。おいどうする。なんだかよくわかんねえけど、せっかくだから楽しもうぜ。おいおい、どうすんだよこれ。お前らそんな言い方ないだろ。先生、美月を歓迎してくれてたんだぜ。おい、どうすんだよ。めんどくせえけど、後で謝りに行った方がいいと思うぜ。おいボルト。俺も混ぜろよ。めんどくせえ。ボルト、この前のメタルの時と一緒か。一体何だってんだ。とにかく止めるのが先だってばさ。そういえばこいつ昨日も。まさかみんなをおかしくしたのはこいつの仕業なのか。何やってんだ。俺は行くぞ。待て。正面かない。いい仕事してくれるぜ、サラダ様。これでゲームクリアだ。ダメだったか。そのはずだけどな。朝っぱらからこんなとこに呼び出して何の用なんだ、篠先生。課外授業にしちゃ俺たち3人だけってのは妙だな。